状態で、まあ、ずっと上流から水が出っ放しやからな、今。もうほらあそこ埋まってるじゃん、もうあそこが埋まってしまえばもう水がはけるとこなくなるから、今度上が出ていくから、なんでやってほら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 、何やねこれ。うわ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 、あそこ冠水してるよね、もうね、ほら。すげえ、これやべえな。今からな、危ないですね。すっげえよ。こうやって見えんとき危ないもんな。急に水溜まりが出てきたりするからな。ですね、気づかないままこう突っ込んじゃったりとか。まあ今は誰も止まってないから大丈夫やけど。まあもう完全に冠水してる。波がある。やば、危ない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 。うお。いいじゃん。うわうわうわ。うわわわわわ、見て、あれ止まるで、その車が、ね、あれもマフラー使っても、あの水の勢いとかで、やばいっすよね。これこんなんなるまでな。ですよ、あっという間。
すごい。すごいですね。いや、あれはほら、排気量があるから、あのマフラーから水出す力も強いよ。4000cc やから、そうそう。手は、あれ排気する力がないから、そうそう。これがもうやばいね。これ今干潮だって。干潮でこれやったかな。これって夜満潮になる。いやいやいや、これ左端っこくるやつは危ないからな。Thank you.